えー、先ほどですね、えー、もう本当に朗報でございます、えー、先ほどですね、えー、国会の方で、チケットの転売、ライブチケット、スポーツのチケットだとかを、えー、転売する行為が、えー、違法だと、逮捕されるというですね、法案が、法律で、えー、もう可決されました、ありがとうございます、<laughs> バザーイバザたーい、ばー,イバザーイ 本当に待ちわびましたね。本当にこのね、数年、待ちわびて、待ちわびて、待ちわびた出来事なんですけども、我々からしたら、まず、まずちょっとね、読ませてください。この法案、どういったものかというのをですね、先に読ませていただきます。えー、皇太子様が新天皇に即位する来年5月1日など、来年に限り、国民の祝日とする法案が、えー、参議院本会議で可決されました。 えー、成立しました。これにより、来年は4月27日から5月6日までが10連休となります。ありがとうございます、皇太子様。えー、ここが、あ,あらすじですね。えー、他にもですね、えー、また、同じ参議院本会議では、スポーツやコンサートのチケットを高値で転売することを禁ずる法案が全会一致で可決、成立しました。 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて法律の規制が及ばなかったインターネット上の高額転売に歯止めをかける狙いですと、はい、TBS ニュースさんですね他のニュースも読みましょうえー、法律のその罰則のどのぐらいの罰則があるかっていう記事ですね転売禁止が明記され えー、販売時に本人確認などの、えー、転売防止処置がなされたチケットを対象に定価を超えた営利目的の転売を禁ずる違反者には1年以下の懲役か、えー、100万円以下の罰金あるいはその両方が課せられますと、えー、対象を、えー、これ対象になるのが、えー、営利目的の転売に限定しており個人の都合で行けなくなったイベントのチケットを知人に、えー、譲渡するような場合は適用されないということですね。まあ、要するになんか うーん渡しますよー、みたいなね。うん、行けなくなったから渡しますよー、みたいな言っちゃってね。うーん、なるほど、なるほど、なるほど。もう、これからね、ようやく明日から、本当に明日から、もう我々オタクライフ、アニメライフが本当に楽しめるね、楽しめるような日々が始まるのかってはね、まったくなりませんね。まったくならないっすね。まったくならない。何も意味ないよ、これ。まったく何も。ま 全く意味がないからこれあのー、ちょっとねね説明します、ね、あのー、私の意見というかまあ,、うん、まあこれほんと騙されないでほしいんですけど国民の皆さんはこれっていうのはまずですね、えー、まあオリンピックに焦点を向けて、えー、まあただ作られただけの法律本当にただ作られただけの法律で えー、あるっていうのが、まあ、まずね、説明したいなと思うんですけど、国側の狙いとしては、やっぱ、あの、オリンピックのみですね。まあ、ほぼ言いたいのは。で、それでまあ、見せしめとして、まあ、一、二名捕まえるかもしんないですよ。歩きタバコの時とか、えー、自転車は車道を走らなくちゃいけないとかいう、まあ、 こういう法律ができた時も、まあ、ちょこちょこ見せしめに、ま、逮捕されるとか、まあ、そういう注意喚起っていうのはありましたけども、それと多分ね、全く変わらないような法律ですね、これはね。うん。国としてはもう本当に、うん、な、オリンピックシーズンに見せしめにな、何人かちょこちょこ逮捕するっていうだけで、おそらく多分ライブとかね、まあ、アニメだったりとかスポーツにまでは多分、うん、あの、来ないんじゃないかなと思いますね。だって、あのー、空席なんてのは絶対にありますから。 オリンピックもそうだし、まあ、オリンピックはわかんないけども、まあ、スポーツの試合でもそうだし、まあ、あの、ライブだってそうだし、空席っていうのは絶対あるし、あのー、まあ、アニメのね、あの、先行上映会とかも、なんだろう、すごい後ろの方だったら、あんまり人気ないですからね、正直なこと言うと、うん、もう、空いてる席もあるぐらいですから、そういう席をやっぱ埋めるっていう、そういう席を購入するっていう点バイヤーの、まあ、存在っていうのは、 まあ正直消したくないっていうのがまあ国の思惑でしょうから、まあ、ただただえそれを批判する層をえ批判する企業のまあ顔色を伺って作っただけのえ法律ですねこれは国側からすればそして何より僕が言いたいのはですねうんあの転売ヤーは間違いなくこの法律ができたところで僕が仮に転売ヤーだとすれば何とも思わないですね もう何よりですね、転売ヤーっていうのはもう皆さんご存知のように、まあもちろん日本人もいますけど、ほとんどが外国人で、えー、韓国人だとか中国人の方が多いんですよ。で、別に僕か、あの、別に日韓をあ否定、あの、韓国とか中国を否定してるわけではなくて、まあそういう層がやっぱりいるっていうことですね。それやっぱり、まあ国同士近いから、まあ、あのー、まあ留学して、まあビザを取ってきてるから、まあやっぱりその、まあ、永住権というよりはビザで来てる層がなんかそういう、 ね、あの法を免れるような、えー、まぁ、あ、ちょっと荒稼ぎをしようみたいなのが、やっぱりこの、店売屋の、まぁ、あ、ほとんどの面を占めてるとこなんで、まぁ、あ、僕もね、あのーうん、買いましたからね、一回ね、夏込み終わりに、あのー、俺帰るのゆいゆいのね、ゆいヶ浜ゆいちゃんのね、あの、ランジェリー、下着がもろに出てるね、タペストリーをね、えー、3000円だったかな、元寝3万、3000円の、まぁ、あ、5倍の値段を、えー、かけて買いましたからね。で、まあその時も、 明らかに池袋に住まれてるね。あの、韓国人の名前だったんで。えー、まあ、そういうわけでね。えー、まあ、転売ヤーの層としては、まあ、これができたとして、仮に、まあ、100万円の罰金って言っても、まあ、大体30万円ぐらいですからね。高くても、罰金としては。で、それで、転売は果たしてやめるのかと言われれば、全くやめないでしょうね。うん。捕まる気なんて1ミリもしてないから、今後も続けますと。うん。まあ、僕はね、まあ、 こんんなもだまあ国とまあもと犯罪者の皆さんがえ、まあ、変わらないだろうなとは思いましたねそして僕がまず訴えたいのはですね、うん、まず訴えたいのはですねあのー、この2つは、まあ、まあ別にいいんですけど一番や,やばいのがなんで裁かれないのかなっていう国はその売ってる層じゃなくてこ,こいつらをどうにかしてよって思うんですけどねヤヤフフオオククですねヤフオクメルカリ もう二大転売、転売サイト。ね。偽物ブランドだ取り扱うのも何でもありの、まあサイトですよ。で、もう人、しょ買い手と売り手に勝手にさせて自分は何も介入しない、何も対応しないっていうのが、まあこの二つの、まあオークションサイトじゃないですか。まあこのサイトっていうのは本当にですね、うん、やり方がものすごく汚くて、あのー、一回ですね、一年前に、 実はチケット転売サイトっていうのは、えー、国からですね、もう違法だということで、もう封鎖されてるんですよ。チケキャンっていうですね、もう多分日本一じゃないですか、チケットの、まあ、転売サイトとかね、まあ、交換サイトみたいな言われ方してましたそこで、えー、潰されてるんですね、1年前ぐらいに。そのチケキャンが潰れた時に、ヤフーオークションとメルカリっていうのは、もうすぐ対策しました。もう潰されちゃ困るから、えー、すぐ対策して、利用規約で転売を禁ずると。 もうガイドラインとしてもう完全にアウトだっていうことをえしっかりと申し上げてるんですね。あの Yahoo オークションもメルカリさんも。で、僕は Yahoo ーオークションをまあ常々利用することがあるんですけども、ヤフーオークね、何も対応してないですね。うん、何もしてない。あの僕はあの毎回ね、あのー、買うんですよ。 こうやって、あの、チケットピアさんだったりとか e、E プラスさんとか、ローチケさんとかで、え、チケットをね、まあ、先行上映会とか、アニメの先行上映会、チケット予約して、まあ、抽選申し込みを行って、で、それでもちろん、これは、あの、荒野の寿飛行隊っていう、来週あるね、先行上映会は、もちろん当選してるんですけども、その他の作品で落ちた作品なんてのはいっぱいあるわけ。ものすごく行きたくて、ガルパンとかもそうだし、ポプデビックとかも、まあ、ポプデビックはどうでもいいけど、その、行きたかった、もう、行きたかったのに行けないっていう作品が、もう、半分ぐらいはある んですよどうやったったてねこんなに魂込めてもう時間になった瞬間抽選だから時間早くても意味ないのに時間早くした方が何か起こるかもしれない奇跡を信じて一番最初にやったりとかそれぐらいの気持ちを込めてやっても落ちることっていうのはやっぱりある落ちることでもその時はまあ仕方ないなとでその時なんで仕方ないなって思えるかはやっぱ同じ作品のファンが言ってくれるんだったら別にいいかなと別に見れないわけじゃないしねテレビでこうあたっと見れるわけだから見れないわけじゃないしねって思うんだけども まあ違和感を感じ出したのはやっぱりそのうん。 そののヤフオクの対応ですねもうヤフオクで検索すれば僕は買おうとしたわけじゃないですよこれはもうはっきり言いますけどなんでこれ検索したかと検索したら3分の1ぐらいの座席がね全部売られてるわけですよ人気タイトルだったら本当ね大げさでも何でもなく3分の1ぐらいのチケットはもう全部転売サイトにもう売られてる500のキャパでもう150ぐらいは売られてるチケットの転売っていうのはそのぐらいひどいんですよそれを僕は手当たり次第ヤフオクションさん、えー、利用規約が変わったんで通報しまくりましたチケットの転売ですよどう考えてもとね 2,800円、公式ホームページ貼って2,800円のチケットなのに、これ5,000円で売ってますよ、6,000円で売ってますよ、全部通報しました、手当たり次第。この半年間、1年ぐらい、もうずっとですよ、俺、それやってんの。ずっとやってる。落ちたタイトルは絶対やってる、それ。一つも削除されたことがないから、一つも削除されたことがない。うん、Yahoo! オークションはですね、もう本当にね、終わってます。うん、もう、俺ね、 もう検索エンジンとしてね、Google にもう完膚なきまでにボコボコにされてるだけありますわ、本当にもうわけのわからんトップページから、もう明らかに詐欺のサプリメントのさ、バカ高いサプリメントの広告貼ったりとか、もう本当にね、はうん、もうアングラーですよ、悪いけどグレーですよ、完全に Yahoo っていうのは、もう今となっては。そのぐらいやっぱり えげつないことしてますよこの2つの,あのメルカリヤフオクのガンガン,ガンなんで普通本当に国がだから国が本当に転売を禁ずるっていうんだったらこの2つに向けた法律を確立しなくちゃいけないうん全く違いますからね全く違いますもう元から根本からち違います受託は OK し知,知り合いに受託する分のチケットは OK ですよなんてさっきねあの最,後最後の説明文で書いてましたけどみんなそういうの決まってんじゃん バカかと。これ知人からもらいましたって。いや、もう全員に通るじゃん。口裏合わせで。てかもう、今もなおもそれがなされてるじゃん。知人からもらいましたって入ってくださいね。友達からもらいましたって入ってくださいね。なんかツイッター上でもそんなことやってるよ。バカだなと思って、本当に。心底、この国は、もうそういうクリエイターとか、まあライブをしてる人とか、まあスポーツをしてる人、アニメに対するクリエイターに対する 尊重心っていうのが全くない国なんだなっていうことはね、えー、さらに、えー、分かったこのクソ法律の可決でありました。そして、うん、なるほどね、という感じですね。はい、というわけで、えー、以上になります。